はい、どうもです。どうも、坂田です。股関節シリーズの、はい、書き終わり入ってきました。はい、今日は何をやってますか。今日は、はい、股関節というよりは、はい、まあ、みんなやっぱちょっと柔軟性といえば、柔軟性といえばね、あの前屈、前屈、はい、大事です。はい、まあ、でも前屈もね、いろんな複合的な要素から絡まれますね。で、よくほら、はい、専門家の方が、はい、こうこうしたらほらこんなにみたいな、あー、ありますね。あるじゃないですか、あれちょっとやってみたいなと。あー、いいっすね。ここをこうしたらこんなにいったっていう、そう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 、そのシリーズをいくつかやってみようかな、はい、あー、いいっすね、いいっすね。はい、じゃあもう本当にそんなことでっていう、はい、まあなんか 4,5 個ぐらいやってみたら、お、納得するみたいですか、みんな。お、そうですね、はい、っていうちょっとこう目から鱗な、別にあのあれですよ、これ良くなったからって言って何か良くなったことじゃないです。ただ単に、まあただなんかこう、ね、前屈が良くなるっていう、そう、はい、あの友達の間に人気になれる、そう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 、お客さんからちょっとこうおっと思われるとか、はい、そうそう、まあ、そういうのに使えるから、はい、なのでぜひ続きの動画を一緒にやってみましょう。はい、では早速お願いします。ではその1、はい、その1ね、はい、まずそもそも、いや、小宮さんどのぐらい前屈ね、前屈いきます、普通にギリギリ届くか届かないかぐらいですね。そうですね、はい、で、まあ、じゃあ横向きのものが分かりやすいんで、はい、で、これストレッチポールなんですけど、はい、壁と思ってください。壁ね、はい、前屈するときに左手でこうやってこれをしっかり押さえながらで前屈してみてください。と、いくでしょ。いくね、はい、これでいくんですよ。いくね、はい、これもその位置。おー、要は硬い方っていうのは届かないわけですよ。頭を前に倒してるんですか、うん、なんで人間これ危険と思うんですよね。ああ、危ないと。そう、脳の、まあ、前庭筋とかが危険と察知するんで体緊張しちゃうんですよ。でも床触れれば安心するんですけど、触れれないから緊張しちゃうんで、はい、壁とかを触れてあげると安心しながらいけるんで、体の緊張されてまず壁際 4-5cm だったんですよ。 4-5cm、 その1、超簡単でしょ。はい、簡単。その場で変わる、その場で変わる、触らずやれるっていう。ああ、いいっすね。誰でもできます。誰でも、はい、今度は触るやつ、触るやつ、はい、はい、お願いします。まあ、いくつかね、変わるポイントがあるんで、小宮さんに当たるかどうかは分かんないですけど、はい、1個目はじゃあ、首の後ろ、はい、首の後ろを軽くこうやってマッサージしましょう。お、軽くね、あの要はこう、首を動かしたときにシワになるところをしっかりマッサージしてます。はい、OK、はい、まあ、2-30秒やってもらって前屈。おお、これも変わりましたね。変わりました。うん。オッケー、オッケー。じゃあ次は、はい、どうしますか。膝裏。この膝のシワのところを、はい、ちょっとこうやってマッサージして。つまむような感じですか。そうそうそう。よし、これでいい。はい。はい。おお、いいですね。いいですね。いいですね。っていう感じ。いいですね。はい。なんで要はその、はい、まあ、いわゆる組織が密集しているところ、まあ、一部では筋膜とかも言ったりしますけど、はい、組織が密集しているところを和らげてあげると、はい、そこが伸びるので、はい、可動域が変わる。で、人間っていうのはその1枚の筋膜で覆われてるっていう考えがあって、はい、まあ、なんでどこを緩めても可動域変わるよっていう感じなんですけど、一番組織が密集しているところを緩めてあげるのが一番効率いいので、今のでも変わる。腰とかでもいいですか。腰とかでもいいですよ。今度硬くしてみましょうか。硬くね、はい、逆に、逆に、おお、それも面白いですね。じゃあ、はい、僕の手をですね、はい、目で追いかけてみましょう。はい、で、これ前進。はい、ちょっときつくなったでしょうか。ちょっと戻ったな。要はあの下行くときに目って上見ないじゃないですか。ああ、上弱下見ますね。そうそうそう、なんで今ずっと上見させたんで、はい、上見ると勝手にこう心筋が働いてくるんですよ。あ、心電筋、はいはい、ってことは前屈するとき邪魔するじゃないですか。なんで上見させておくと、はい、その後瞬時に行くと、こうすると心筋が張っているといかなくなる。なので逆を言うと、こうやって下をこう見させていく、はい、すると行きやすく、はい、あと単純に目のピントが合わないで、ピント合わせるようなこういう姿勢すると変わったりするんで、はい、寄り目とまっすぐと、はい、これでちょっと、はい、これでバンって変わる人もいます。あ、でそこに問題があるじゃないですか。あ、はい、はい、なんで、まあ、いろんなやり方がある。あとはなんか骨盤をちょっとこう、はい、アジャストしてみて、はいはい、
骨盤が前傾しやすいようにアジャストして、はい、もう一回やる。ああ、変わった。変わりましたね。これ変わった、はい。っていうやり方もあるし、ほんとちょんちょんってやってたけど。そう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 。はい、これはね、超実践的なやり方。超実践的な、はい。ちょっと浅めに椅子に座ります。はい、で、ちょっと膝を上げて、はい、で、このもも裏が突っ張るところまで前屈します。ここで上半身を左右に揺するだけ。揺するだけ。はい。足ちょっと投げ出して、浅めに座って投げ出して伝わって、もも裏が突っ張るところまで伸びたら左右に揺する。感じる。回数？回数ですね。そう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 。そうそうそう。おー。30秒ぐらいでしょ。おー。オッケー。はい。おー。で、変わる。いいね。はい。変わる。はい。こんな感じです。じゃあ本当に体硬いとか言ってるけど、はい、本当一瞬で変わります。ある程度変わります、はい、何が合うか合うかはその人次第ですけど、うん、何かやれば変わる。だからまあ今日紹介したやついくつか試して、はい、やってもらえると。でも問題がいろいろあるわけですよ。硬いし体が緊張してるかもしれない、組織が硬いかもしれないし、目の問題かもしれないし、いろんな問題があるので、はい、うん、まあ、いろいろ試してもらえるとそうですね、いいんじゃないかなと思います。これはただやってみたかっただけ。ぜひやってみた感想をコメント欄の方にコメントいただけると嬉しいです、はい、という感じで今日も最後までいただいてありがとうございました。